ポーツマスはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する都市。バージニア州法の規定により、いずれの軍にも属さない独立市となっている。市はノーフォークの西隣、エリザベス川を挟んだ対岸に位置する。人口は95,535人。ノーフォークを中心にポーツマスを含むハンプトンローズ都市県は九市七軍にまたがり、 167万1683人の人口を抱えている。ノーフォーク海軍造船所はしばしばノーフォーク海軍基地とも呼ばれ、名前はノーフォークとなっているが実際には、ポーツマスに位置する歴史ある現役のアメリカ海軍施設である。この造船所では、あらゆる種類の海軍艦船の建造、改装、修繕を行っている。ポーツマス市は、 ハンプトンローズの湾の周囲に連なる七都市の一つであり、ハンプトンローズの港の一部としてエリザベス川沿いに何マイルもの水面に接する陸地でもある。ポーツマスはエリザベス川の西岸に位置し、川向こうがノーフォーク市である。1620年後にポーツマスとなる場所を造船業者のジョンウッドが造船所に適した場所と認め、イングランド王ジェームズ一世に西岸して、 土地特許を認められた。周辺地域は、間もなく、プランテーション社会として開拓が進められた。ポーツマスは1752年に、バージニア植民地議会の法律で町として設立され、裕福な商人で選手だった、ウィリアム・クローフォード大佐が、教会、市場、役場及び刑務所のためにハイストリートとコートストリートの4つの角を寄付した。イングランドのポーツマスにちなんで、 町の名前が付けられた。1767年、造船業者のアンドリュー・スプロールがポーツマスに隣接するゴスポート造船所を設立した。ポーツマスのゴスポート造船所は、アメリカ独立戦争の後では、バージニア州が所有し、その後新生アメリカ合衆国連邦政府に売却された。1855年、ポーツマスとノーフォークのある地域は、大熱病の蔓延に見舞われ、 市民三人に一人が死んだ。1858年には、ノーホーク軍から分かれて、独立死となった。南北戦争の1861年、バージニア州は、アメリカ連合国に加盟した。アメリカ連合国が、ポーツマスの造船所を支配することになるのを恐れた、造船所の指揮官は、その焼却を命じた。南軍は、実際に造船所の摂取を目指し、文民で、 鉄道建設者のウィリアムマ魔ー,ーンが主導したネイリな策略により武装闘争なしに接収された。北軍はハンプトンローズの対岸にあるモンドを取り出に撤退し、ここが北軍の支配下にある唯一の地になった。1862年初期、南軍の鉄道交換 CSS バージニアがアセスメリマックの燃やされた尖閣を使って再建造された。 北軍がハンプトンローズを封鎖する間、有名なハンプトンローズ海戦でバージニアは、北軍の装甲艦アセスモニターと海戦を戦った。南軍は1862年5月に造船所から撤退し、この時に再度造船所を焼いた。北軍がノーフォークとポーツマスを再度支配したことに、続き、造船所の名前は、ノーフォーク海軍造船所と改められた。 造船所のこの名前は、ノーホーク軍にあることから名付けられた。今日のノーホーク海軍造船所は、全体が、ポーツマス市内にある。その名前は、ニューハンプシャー州ポーツマスからピスカタクア川を挟んで、対岸のメイン州キタリーに位置する、ポーツマス海軍造船所との混同を避けるために、そのままにされてきた。ポーツマスは1963年まで、ノーホーク軍の軍庁所在地だった。 この時、サウスノーフォーク氏との政治的統合によって、チェサピーク氏が形成された。ポーツマスに隣接する他の軍部である、ランスモンド軍も、1974年にもっと小さな、市と統合して、新しいサフォーク市となった。ポーツマスは、ハンプトンローズの7都市のうち古い方の都市として、21世紀初期に、中心街の穏やかな都市再開発を経験した。しかし水面と、 南、ハンプトン・ローズの他の都市に囲まれているために人口は減り続けており拡張するためのスペースも残っていない。ポーツマス市は急激に税基盤を制限してきた。市の大部分はアメリカ海軍によって占められている。海軍施設が学校、教会など他の免税施設と組み合わされ、ポーツマスの課税評価額の半分以上は課税台帳から外れている。 ウェストノーフォーク地域にコンテナ船用の新しい港湾設備が2007年開業で計画された。バージニア州はそれに資するために鉄道など輸送面の改良のために多額の予算をつけた。市内には1841年に建てられたパスハウスを含め多くの歴史的な建造物がある。パスハウスはジェームズ・マード・ハンジが建設し、 1862年から1865年は北軍に占領された。北軍はポーツマスの市民がエリザベス川やその向こうまで旅行するときは通行証を取得するよう要求した。これらの通行証はイギリス式地会で発行されたのでパスハウスという名前もここから起こった。ハンプトンドーズ周辺の衛星写真、ポーツマスは南岸中央の川の左岸。右岸が ノーフォークポーツマスは、北緯36度49分52秒整形76度20分44秒、北緯3 6 8 3 1 1一度整形76.34556度、36.83111-76.34556に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は46.6平方マイル。 このうち陸地は33.2平方マイル、水面は13.5平方マイルで、水域率は28.87%である。ノーフォーク気候も参照ポーツマスは穏やかな四季があり、アウトドアの活動が1年間を通して楽しめる。ポーツマスの天候は温暖で季節変動がある。夏は暑く湿潤だが、夜は涼しくなる。年間平均気温は下士六十度であり、 年間平均降雪量は6インチ、同降水量は47インチである。1999年には計測できる降雪がなかった。湿度の高い季節は春と夏であり、降雨は1年中ほぼ一定である。これまで観測された最高気温は1980年の下肢105.0度、最低気温は1985年1月21日の低下肢3.0度だった。 さらに、ポーツマスの地理的位置は、大きな嵐の通り道に関して特に都合の良い位置に、あり、高緯度で生まれる、嵐の道からは南に、ハリケーンなど熱帯性嵐の通常の通り道からは、北にある。ノーフォーク海軍造船所での修理を終え、出港する原子力空母ハリー・エストルーマン・ポーツマスは、港湾都市として長い歴史がある。オールドタウン実業歴史地区は、 中心街にあり、保存と再開発が組み合わされて進行している。その例として、ディンウィッティ総督ホテルでの放送のホテルスイートが、改修され10年以上の閉鎖期間後の2005年に、再開された。そこは、歴史的な一体感、建築と雰囲気を維持しているホテルを識別し、その保存のための資源を提供する団体である、歴史保存国家信託のプログラムである。 ヒストリックホテルズ・オブ・アメリカに認められてきた。この歴史あるホテルは、ポーツマスが1752年に設立された頃に、バージニア植民地の管理主体者だったロバート・ディンウィッティ総督にちなんで名付けられた。バージニア州がフレンチ・インディアン戦争をうまくやり過ごしたのは、ディンウィッティ総督の功績によるところが大きかった。オールドタウンにはまた、 アフリカ系アメリカ人のメソジスト運動が始まったエマヌエルアメ教会があり、これは奴隷と自由人によって建てられ、ポーツマスでは2番目に古い建物、かつ黒人の教会としては最古のものである。オールドタウンはバージニア州アレクサンドリアからサウスカロライナ州チャールストンの間で歴史的に意義ある家屋の最大の集積地となっている。 その他のポーツマスの名称としては、バージニア州子ども博物館、バージニア州スポーツの殿堂、海軍造船所、東大船博物館、およびハーバーセンターが挙げられる。ポーツマスは、その発展の初期から、海上交通に依存してきた。1830年代、ハンプトンローズの地域では初めて陸上交通の革新である鉄道が引かれた。シーボードやライン鉄道の前身である。 ポーツマスロアノーク鉄道は、ロアノーク側の急流に沿って、ノースカロライナ州ウェルドン近くの滝線幕府線まで伸びた。隣のより大きな都市であるノーフォークに、ノーフォークピーターズバーグ鉄道が完成して、鉄道線が通った1858年の20年、前のことだった。空路では、地域最大の商業空港であるノーフォーク国際空港を使うことができる。 この空港は、チェサピーク湾に近く、ノーフォーク市とバージニアビーチ市の市境にある、7つの航空会社が25の目的地に直行便を運航している。ノーフォーク国際空港からは、年間370万3664人の乗客が乗り降りし、6877万8934ポンドの貨物を運んでいる。 ニューポートニューズウィリアムズワーグ国際空港も、ハンプトンローズ地域の商業空港である。チェサピーク地域空港は、一般航空利用に供しており、ポーツマス市境からは5マイルの位置にある。21世紀、ポーツマスに入る鉄道として、CSX トランスポーテーション、ノーフォークサザン鉄道及び3本の単線鉄道がある。道路網では、週間高速道路 アメリカ国道17号線と58号線が市内を通る。エリザベス川を渡るにはミッドタウントンネル、ダウンタウントンネルとバークレイ橋の組み合わせがあり、エリザベス川の南側はポーツマスのすぐ南、チェサピーク市で上段橋がある。市内の交通とハンプトンローズ7都市との行き来は地域バス運行主体であるハンプトンローズトランシットが運行している。 CQ プレス社参加のモーガン・クイット・ノーによる2010年の都市犯罪ランキングでは、ポーツマスはハンプトン・ローズ7市の中で最も犯罪率が高く、全米の人口7万5000人以上の都市の中では95番目に危険な都市であると報じられている。ポーツマスの日刊誌はバージニアン・パイロットであり、ザ・カレンツはその日曜版のポーツマス向けである。その他の新聞として、 ニュージャーナルガイドとハンプトン・ドーズ・ビジネス・ジャーナルがある。ハンプトン・ドーズ・マガジンは、ポーツマスとハンプトン・ローズ、地域のための隔月間地域雑誌となっている。ポーツマスには、AM と FM の様々なラジオ局がある。中継塔は、ハンプトン・ローズ地域の周辺にある。ポーツマスには、いくつかのテレビ局もある。 ハンプトンドーズ指定市場には712,790世帯がいて、国内では42番目の規模である。全国ネットワークの系列局として、WTKR-TB チャンネル3、ウェ y ビーチャンネル10、w a b e t b チャンネル13、WGNT チャンネル27、WTVZ チャンネル33、w b b t チャンネル43、および、 WPXV チャンネル49がある。公共放送サービスは w a o TV チャンネル15である。ノースカロライナ州のアウターバンクスからフスキーチャンネル4とハンプトンからの WGBS チャンネル7のような独立放送局からの電波も受信できる。また24時間地域ケーブルニュースネットワークである LNC5 を提供するコックスケーブルも利用できる。 ディレク TV とディッシュネットワークは、ポーツマスのケーブルテレビ選択肢として人気がある。ウェイビーと WVBT は、姉妹局であり、市内に事務所とスタジオを構えるリン TV が所有している。都市圏人口については、ノーフォーク都市圏人口を参照のこと。以下に、ポーツマス市における1840年から2010年までの、 人口推移を表でまた1850年から2010年までの人口推移をグラフで示す。ありがとうございます。